今日はですね、なんかいつもよりもちょっと過激なことをはっきり言っちゃいそうでちょっとビビってます。大丈夫かな。今まで全ての世界に大変革がっていう話をしてきました。もう全部の業界、全世界、全人類ね、そういう話をしてきましたよね。そしてこのスピリチュアルの世界も例外ではないんです。この破壊的イノベーションもこのスピリチュアルの世界にやってきつつあります。そして今日は誰がリーダーとして残るのか、そういうお話です。アローハ、こんにちは。ダンスピの時間がやってきました。このダンスピはですね、このハワイに住む僕バートチグサが男性の皆さんにこのスピリチュアルのお話をしている、そういうチャンネルです。今日もようこそ。さあ今日のお話はですね、こういう感じで破壊的イノベーションはスピにもやってくるっていうお話と、2番、もう丸々な人は経営はできないっていうお話と、そして3番、テクノロジーとスピが融合する、さてあなたはどうするんですかというお話です。では1番、破壊的イノベーションはスピにもやってくる。スピの世界は今まで市場としては圧倒的に女性の市場でした。でも教える側というのは男女ね、バランス取れていたんですけれども、例えば宗教も含むスピリチュアリティというね、広い観点から見ていると、宗教の世界っていうのは一般的にリーダーは圧倒的に男性が多いんですよね。ところが最近のスピリチュアルという世界はどうしても女性の方が多くなってきます。宗教というのはまず経典があって、組織があって、規律があって、そして序列がはっきりしてますよね。そこへ行くとスピリチュアルの世界というのはどちらかというとオープンでフラットで、そして競争というよりも共有していく、協調していく、そういう世界だ。まあそれは一般的な違いなんですけれども、まあ宗教というのはもう何百年何千年と続いているので、やはりそういうね、規律だとか仕組みがないとですね、存続してこれなかったというのもあると思います。そこへ行くとスピの世界というのはですね、ニューエイジというところから始まって、まだ長くても数十年ぐらいですよね。そしておそらくこの宗教も含むこの広いスピリチュアリティという世界にイノベーションの波がやってくるんだと思います。いやもう来ているんです。だって何せ宇宙 OS が次世代になっちゃうんですから。で当然今までのようにですね、例えばその女子スピの世界でいう3次元の世界、つまり実動の社会ですね、そちらではやはり男性が主導的であった。それに対してスピリチュアルは女性の方が主導的だったわけですね。でもそれはですね、その逆行するように入り混じっていくんだと思うんですよ。例えば実動社会にもっと女性のリーダーとか若いリーダーたちがどんどんやってくる、そしてスピの世界には男性のリーダーがどんどん増えると思います。でもね、そのリーダーって言ってるのはいわゆる教える側っていうだけじゃなくて、いわゆる誰もがリーダーになっていく、そういう時代なんですね。そして今までの世界というのは、例えば男と女が分かれていたり、スピリチュアルと現実世界が分かれていたり、そういう二元性の世界だったんですけれども、それがもっと一元性、つまりワンネスに向かっているんです。実動社会も大きく変わりますし、スピリチュアルの世界も大きく変わるでしょう。そしてこのビジネスの世界を動かすと、つまり経営をしていくという時に、このスピリチュアルなものをもっとテクノロジーとして取り入れていくようになるんです。それは信仰とかその精神修練とかそういうものではなくて、もっと世界を動かすアルゴリズムみたいなもんだという観点ですよね。もう近年中に人間と機械、つまりコンピューターの境がボケてきます。そう、AI の能力が全人類の能力を超えると言われる、いわゆるそのシンギュラリティっていう時がね、まあ2045年ぐらいというふうに予想されている、書いてあることが多いんですけども、でもそれはですね、実は1000ドルのコンピューターで、1000ドルで買えるコンピューターの能力がその人類の能力を超える時という意味なんですよね。ですからそれって iPhone の値段じゃないですか。でつまりそんな小さな、ね、個人的なものじゃなくて、もっと大企業がバックグラウンドで使っている大きなコンピューターでそれを超える、
そういうタイミングなんてもっともっと早く来るわけですよね。その時はこの今の2020年代に来るという人もたくさんいます。つまり人間とコンピューターの境目が分からなくなってくるのはもうすぐやってくるんですよ。男性社会と女性社会の境目が分からなくなってくるのももう目と鼻の先です。そして人間と神の境目が分からなくなってくる、それももう目前のことなんです。さあですから男性の皆さん、それに乗り遅れないようにしましょう。今さら聞けない人工知能、今さら聞けないスピリチュアル、ね、その2つは同じ意味を持つようになります。そしてナンバー2、もうほにゃららな人に経営はできない。あのベストセラーの本新日本で安宅一人さんははっきりおっしゃってます。もうテクノロジーのわからない人に経営は任せられない、経営はできないとはっきり言ってるんですね。ですからダンスピでも言っちゃいます、もうスピリチュアルをわからない人に経営はできないって言っちゃうんです。でもちろん起業すれば誰だって経営者になっちゃいます。でもね、これはちゃんとした成功する経営ができないという意味なんですね。でこれは大企業だけの話ではありません。中小企業も同じです。フリーランスも同じです。この大企業というのはその影響力はね、もう末端まで出てくるのに時間がかかるんですね、まあ、でかい渋滞してますから、ね、スピードが遅いわけですよ。でもね、中小企業は結構すぐ現れます。フリーランスの方もう感じているんじゃないですか。そうなんです、サイズが小さければ小さいほどその影響のスピードは速いんです。だからテクノロジーがわからない人には大小の差は関係なく経営はもうできないと、ね、そしてこのスピリチュアリティをテクノロジーと捉えられない人は経営はできないというふうに言ってるんです。ですから逆に言えば、ここでこのスピリチュアリティというものを、もうこれから必須のテクノロジーありますよね、 IoT だとか 5G だとかね、そういうものと同じレベルの必須テクノロジーとして捉えられて、それをもってこの時代の変化をリードすることができれば、それはあなたには素晴らしい未来がやってくるということなんです。もう成功と幸せを一挙にゲットできるんです。そして3番、テクノロジーとスピの融合、その時あなたはどうするんですかっていうことです。まあそんなバカなってね、そんなこと言ってられるのはあと数ヶ月ですよ。もしあなたがまだスピリチュアルを必須のテクノロジーと捉えられていない、ね、そしてあなたの人生やビジネスに、本当に捉えようと真剣に考えられていないとしたならば、それはもう本当に急いだ方がいいです。本当に本当に。でもそれはね、もうスピをやっているという方にも同じようなことは言えます、ね、もうこのスピの世界っていうのはもう魂がとかね、一人あなた一人が目覚めるとか目覚めないとか言ってる時代も終わってしまったんですよね。ですから全人類が総力を挙げて一緒に手を組んで新しい時代を作り上げていくという、そういう時代が来たんです。いわゆる共同創造の世界です。素晴らしい未来がそこに作られる、そういうことです。でもその共同創造と、まあ、スピの世界で言われてきた言葉の意味さえも今少しずつ変わってきてます。何が一番変わるかというとね、まずその達成するのに必要なスピード感なんです。もっともっとテクノロジーも使ってですね、もっとスピード感を上げる、そのつながるスピードを上げる、みんなでね、心を一つにするスピードを上げる、それがね変わってきてますね。このコロナはその象徴だと思いませんか。今までの人類のスピードではもう間に合わないよってあの Google AI が言ってるんです。私たちをねもうお尻を蹴ったましてるんですよ。さあまさにスピリチュアルイノベーションです。そして今までスピリチュアルにあまり参加してこらなかった男性の皆さん、大丈夫、あなたの役割もちゃんと用意されています。ではこのスピリチュアルイノベーションどうしたらいいんですか、何をしたらいいんですか。それはまずスピリチュアルをテクノロジーとして捉えることです。そしてそれをあなたの人生のすべて、ビジネスのすべてに捉えて置き換えていく、当てはめていくっていうことなんです。
もうそれはね、単に心の癒しとかってそういう言ってる場合じゃないんですよね。一方ね、今までスピリチュアルもうやってる方っていうのは結構テクノロジーがまだまだっていう方ね、多いですよね。それは今怒涛の勢いでね、変化しているっていうのをもう感じられてると思います。でも目覚めてる方っていうのはそういう時にね、パニックにならないで平然としてね、例えばズームとか少しずつ取り入れていってたりするんですよね。さあ男性の皆さん、テクノロジーもちょっと苦手、スピリチュアルも遠ざかってましたっていう方はね、ちょっと急ぎましょう。はい、では続けますね。この宗教も含むスピリチュアリティの世界というのはもう何百年も何千も、いやもっと古くからですね、実は先端テクノロジーであり続けてるんです。例えば、キリスト教ですよね。キリスト教でもっとバイブルをたくさんの人に配りたい、それが元になってあのグーテンベルグが印刷というテクノロジーを開発しました。もう当時それはもう最先端のテクノロジーです。それはたった一例です。そして今スピリチュアルがまたこのテクノロジーとして実動社会と精神社会を一つに融合しながら世の中を大変革させていきます。それこそがスピリチュアルイノベーションなんです。ね、それがスピリチュアルテクノロジーとして、ね、女子ピの皆さんが言うその3次元の世界というのとスピリチュアルの世界を、ね、同時にアップグレードしながらワンネスとして融合して前に進む、そういうことなんですよ。さて今日のこのダンスピを見ていただいて、お前は何を言ってるんだとお感じになる方もあるかもしれません。でもね、この動画を何回かね見ていただきたいんです。例えば2週間後にもう一度、1ヶ月後にもう一度、そして3ヶ月後にもう一度見てみてください。ひょっとするとその時あなたは変わっているかもしれない。そしてあなたが変わるとこの動画の印象も変わるんです。感じ方も変わってくるんですよ。ぜひそうなっていただきたいと思っています。そしてあなたがこの新しい時代のリーダーとして素晴らしい人生をリードしていただけますように。はい、今日はここまで。いかがでしたでしょうか、ね、あなたの今の率直な感想をね、このコメント欄にぜひ書いて教えてください、ね、それいいねと思っていただければぜひいいねをお願いいたします。そしてこういう話、続きがどんどん聞きたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ではあなたのイノベーション楽しみにしています。アロハー。